それからクールネットスプレイ、クロノクロス。さて、次のタイミングは、キッドが助けた後だね。で、それでコルチャでプロポーズされた後の展開でございます。というわけで、行きましょうかい。さあ行きましょう、僕たちの夢の彼方へ。わしゅい。お、これ途中まで同じかな、多分。おそらくそうに違いない。じゃあちょっと早送りバージョンで録音してみます。わしゃめもの早読みをかける前に手が痛い。さあキノコが達人だから、ああ、お邪魔しが、あはあはあはあ、あらお邪魔しま、いらっしゃいません。ふん、ああ、なるほど。ふん、これ性格悪いよね。とてつもない話があったから、お一人お寂しくね、かわいそうに。お、こっからは別だね。なんであいつは朝までは、なんかいつも怒ってんな。そういうイメージなんですかね、キッドさんにとって。なんだってっかな、ちょろ、お前じゃねえんだからよ。あはてか、すごいね、この人。いや、エレメント入ってねえか。エレメントどういう見た目してんだろう。お姿教えてくれよ。それは、あなたの心の中に。相変わらず無口だな。せず結構無理したね。どっかのお嬢さんみたいにおしゃれすぎる。いいんじゃなくて。へえ、ザコス感謝祭の美人、そんなあったの。おばさんばっかなんだから勘違いすんなよ。どっか、どっかの金髪のお嬢さん、昨日聞いた音は。おぉ、くそ、誰だ作ったやつ。お、コルちゃん。やめ、どんどんかわすな。かわすって。ゲー、コルちゃん。ほら、あんた入れちゃったぞ。ああ、ありがとうよ。惚れ込んでも。でよ、この話なんだけどよ。山田胸剣は剣がついたろ、そのと。きっと。ああ。え、別に作ったわけじゃなくていいんだ。これはもう、やばいだろ。恋役だけどもオッケーだからよ。俺と一緒にいるの楽しいぜ。あれ、釣りしたらボードレールなど行ったりさ。ガルドブで俺と幸せな方が行こうぜ。だから、な、おおあつさんからさ、まだのかい、か、母ちゃん、なんでここに、母ちゃん、何やってる、ジャイアンの母ちゃん、ティーロって、うわ、まあ、恥ずかしいわ、マジ恥ずかしいだろ、これ、うるせえやい、あらら、これは凄まじいな。これ同じか。はーい。じゃあちょっと早送りバージョンでいくか、じゃあ。まさか飛ばしてもいいみたいな。あはは、どうしてもちょっとつるんでるんですけど、ね、すっぱなお腹が壊したらあります。だから、いくらでもだろう、なんだろう、なんだろう。早送りやってもなんかスローモーションで歩くっていうピエールさん、なかなかのツアーまでござる。ちょっと、逃げてくれて。なんだろう、いらっしゃる。なんだろう、なんだろう。じゃあこの Go to meet Link's butピエール型ストーク、そう、いつかのデンジャラス、いつデンジャラス、そう、フッズオープンザドア、フッズオープンザドア、バーッ、イエス、オーマイガー、エンドアフサーザーズ、ノーバディシーズ、ゼン、アッケー、インザフューチャー。はい、おしまいです。とりあえず、まあ、一旦切るかな、わかんない。ちょっと何分やってるかわかんないんで、まあ、それパートごとに、パートごとっていうかエンディングごとに切ると思います。まあ、適当に切れない時間帯で。まあ、その中で、セクスウォッチーンスイー、Let's play Chrono Cross。じゃあ次のタイミングは、あれだ。まあ、まずは、キッドを助けるルートで、キッドを助けます。で、コールトにプロポーズされて、なおかつ、スラッシュ、そしてラズリーがパーティーにいること。条件でございまーす。じゃあ行きましょうか。行きます。ソリフォヤーイン、おしゅい。レオタどうしたのよ、まだ成績取られちゃうわよ。ごめんごめん、来年しまったらチケットは見当たらない。コンサートかね、まいったな。それ今じゃ取らないわよ。あんな飛びがあったなんて。
さらにスカウトさんが相当なもん。あの娘の方が意外だ。なんだ知らないのかしら。それでかよろしいんじゃなくて、よろしくないんじゃなくて、性格悪いもんなこいつ。このエンディングでこいつのどんどん悪い悪の心をさらせるから、すごい格好だなこいつ。そして店には誰もいなくなると、どうすんのって。ザ誰か来とったんかい。誰もいなくなりました。お兄さん寂しいの。楽しそうなコンサートかね。めっちゃ人いっぱいあるね。誰か知ってる人はおらんかさ。いなそうな感じがするな。めっちゃ拍手鳴っとるわ。よっしゃ、コンサートの準備はできたかい。じゃあ、おれー、ほっほっほ。ただいまよりお待ちかね、ジャコス祭のイベントを飾るビッグイベント、スラッシュ率いるラジカルドリーマーズによるスペシャルギグが始まります。諸般の事情で延期のりお客様、関係者各位にご迷惑をおかけしたことをここでお詫びいたします。では心ゆくまでお楽しみください。おー、よっしゃ、テレビのフェスティバルって書いてあったね、真ん中の看板に。お、テレビの皆さん、今日は僕たちラジカルドリーマーズのギグに遊びに来てくれてどうもありがとう。ジャコス感謝祭ってことでみんな盛り上がってるね。僕も嬉しいよ。まだ最初に発表があります。今日から我がラジカルドリーマーズに、マジカルドリーマーズに新メンバーが加わりました。セルジャー、おーおー、いいね、かっこいいよセルジャー。そしてボーカルキッド、ほほ、俺様がラジカルドリーマーズのマジカルドリーマーズのキッド様だ。気合って来てくれよな。ラズリー、ほう、このためにあれだ、ラズリーが。ラズリーなきゃダメだったんだね。ね、よろしくね。めっちゃいい感じや。このようにもともと素晴らしい音楽を作っていきます。応援よろしく。じゃあオープニングを。ということで、おおほほ、踊ってるわ。いいな、後ろの踊り。やべ、キッドが、キッドがだらしたね。乗ってんねやてか、セルジョも結構今いい感じだな、叩いてた。それでラーゼリーが羽ばたいてると、おいね、セルジョのあのいいよ、なんかポンポコポンポンポンってきっと俺はジャイアンのイメージが、おお、かっこいいかっこいい、セルジョかっこいいな。やべえな、このほんとこれ素晴らしいね。お、来た来た、俺はジャイアン、これから行くぜ、俺の熱唱聞いていけ、ほい。やべえ、めっちゃ熱くなってる、荒ぶってる荒ぶってる荒ぶってる。やべえな、きっとよ。トン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 トルル、乗ってるね。セルジョもいいよ、何気なのポンポコポンポンポンって。山猫かな。おお。出てきよったね。あいつら何をしてんだみたいな感じで待ってんのかな。いつまでたっても消えすねみたいな。かわいそうに、かわいそうな山猫だな。終わった。ピエールすらも来ないんだね、この回では。はーい、じゃあそんな感じで次行ってみましょうか。